ニューアークでの撮影風景主要撮影は映画制作において実際に俳優が撮影 Z で撮影を行う段階を意味しプリプロダクションやポストプロダクションとは異なる。主要撮影は俳優、監督、スタッフへの給料、撮影費など映画制作の中で最も費用が投じられる段階である。撮影が終了するまで、 費用を回収するための完成品が仕上がることがないため一般的にポイントオブノーリターンと認識されている。通常、フィーチャー映画は撮影が開始する前に保険をかける。これは撮影途中にドル箱俳優の事故死やセットの破損、フィルムの消失などの事態が発生した場合に映画が完成できなくなり重大な損失が出るためである。また、 高品質の映画用カメラはレンタルすることが大半で、その際に保険に入っていることが確認できなければ、レンタルを拒否される。映画スタッフ監督、俳優、カメラマン、音響担当及びそれぞれのアシスタントスタッフに加え、プロダクションマネージャーが主要撮影の際には重要な役割を果たしている。プロダクションマネージャーは撮影スケジュールの管理や、 撮影道具の現地運送の管理などを担当し、大きな企画の際は撮影監督と行動を共にしている。撮影監督は、プロダクションマネージャーと協力して撮影スケジュールを、組み立て、ロケーションハンティングを行う。これに加えて、プロダクションマネージャーは、映画プロデューサーの下で、スタッフと俳優の給与を管理するほか、映画制作全体も管理する。撮影の際には、 スクリプターや撮影に関する進捗状況を記録した撮影レポートと録音や音楽に関する音響レポートなどを作成するほか、宣伝用に撮影中のスタッフや俳優の写真を撮影する。ロケーション現場での撮影風景撮影は映画スタジオやモチーフとなるロケーション現場で行われるが、場所の選定には美術的理由のほかに経済的理由も考慮される。 映画スタジオでの撮影は、スケジュール通りの撮影を可能にするが、背景などの撮影セットの制作に、多額の資金が必要になる。そのため、美術的理由から、ロケーション現場で撮影されることが多く、撮影道具やスタッフの移動などの面で、映画スタジオでの撮影よりも労力がかかる。初期の頃は、野外撮影が大半だったが、現代では、 CGI 技術の使用が増加したことにより、屋内での作業も多くなっている。制作側は、各国の法律に基づいて、ロケーション場所での撮影許可を土地所有者である個人、企業、政府機関から得ることが必要となる。特に都市部での撮影では、撮影範囲や内容によって使用量が高額になる、こともある。撮影場所を確保した後は、必要な設備や道具、 人員などを確保して撮影日時を調整する。撮影は脚本のページ順に行われるわけではなく、俳優のスケジュールや撮影場所の利用時間、季節や天候条件などを考慮するが、原則としてその場所のシーンが複数ある場合は一度で全て撮影する。撮影日には撮影スケジュールに基づき予定されているシーンの 撮影に参加する俳優を正確に記載した一覧表が用意されている。一覧表には俳優の情報の他に撮影シーンの番号、脚本のページ、撮影場所、撮影に必要な設備や道具の情報が記載されている。ロケーション現場での撮影風景撮影の段階に入ると脚本の最終項が完成し、セットの建造物なども完成した状態で俳優を 予備撮影する。撮影の前にはカメラ、光学、音響などを含めた確認テストが行われる。撮影は主なシーンを担当する撮影班とは別に第2班が存在する。第2班は独立して撮影を行い監督と連携してエスタブリッシングショットを担当する。撮影時間は脚本の長さだけではなく撮影場所の数にも左右される。 ヨーロッパの90分映画の場合は、通常12から100日ほどの撮影期間が必要になる。アメリカ合衆国では企画の規模によって15から20日、40から50日、80から100日に分かれる。しかし、撮り直しなど事前に把握できない事態が多く存在するため、実際には撮影期間は必要以上に長期間に及ぶことが大半である。 アナログカメラを使用した際には、前日に撮影した映像を監督、撮影監督、プロデューサーが確認して修正する必要があるかを検討する。デジタルカメラを使用した場合は撮影直後に確認することが多く、映像が不十分な場合は当日中、または日を置いて撮り直される。撮影が終了した際は、ラップと呼ばれ、撮影終了を祝いパーティーが開催される。 ポストプロダクションの作業に入り、特定のシーンが不足している場合や、俳優の演技を追加する必要が生じる場合がある。この場合は新たに撮影を行うことになり、一度撮影されているシーンを撮り直すことをディショットと呼び、全く新しいシーンを撮影する場合や軽微な再撮影はピックアップと呼ばれる。ありがとうございます。